じゃあレベリージェレですね、竜巻プラスパンチ、先ほどから何回か出しておりますけども、なんかすごいふんぞり返ったような感じのモーションになっておりますが、これは当て身技に、なっております。弱の方で出しますと中段技としゃがみ状態以外の攻撃を取ることができます。まあ当て身技になります。で、強で出しますと、下段技と、しゃがみ状態の攻撃を、取ることができます。まあ一応取れる技が弱と強で違っていると、まあ、モーション通りですね。で、取ったとしても相手の裏に回るんですが、特別有利フレームが取れるわけではありません。まあ相手の技が隙がでかい技だった場合は裏に回って、で相手がまだ固まってる硬直中だからそこに攻撃ということができるんですが、相手のモーションの速い技に対してこの技で当て身を取ってしまうと相手の方が先に動き出していて逆にこちらが反撃を受けるということがあります。なので、まあノーマル版のこの技自体は結構ネタの息を出ないのかなという感じです。まあ、全く使い道がないわけではないですが、ちょっと使いにくいですね。むしろなんか暴発で出ちゃって偶然相手の攻撃を取ったみたいになることの方が多いと思います。ちなみに飛び道具を取ることはできません。で、EX 版の方になりますと、まあこれは動作が始まってすぐに、相手の打撃を取ってくれます。どんな打撃でも取ってくれます。ジャンプ攻撃であっても取ってくれます。そして、じゃあジャンプ攻撃やってもらいましょうか。技がちょっと良くないですね。はい、こんな感じで相手が地上でのけぞります。空中の相手を取っても、地上でのけぞるようになりまして、この技が成功した後、当て身が成功した後には、必殺技で追撃ができるようになっております。まあ、近距離シーンなどの通常技では追撃ができないんですが、その当て身成功時にはキャンセルで必殺技が出せるようになっておりますので、地上の相手に、地上の必殺技を当てることができるんですね。こんな感じになります。なのでここから連続技を決めやすくなっております。まあ、従来は近距離 C なんかが間に合ってそこから発動コンボもいけたりしたんですが、まあ今作では必殺技でないと無理になったということです。まあ先行入力効きますんで一応安定した追撃できますから、ある意味、強化点なのかなという感じですね。で、発生フレームの方をもう一度強調しておきますが、 EX 版の方は出てすぐに当て身が出ます。出てすぐに当て身判定が発生します。だけどノーマル版の方は、2フレーム目からになりますので、重なった起き上がり等に重なった、技に対しては取ることができませんので、ご注意ください。はい、それじゃあコマンド投げですね。ミストラルいきましょう。逆ヨガプラスパンチで出る、コマンド投げになっているんですが、ノーマル版の方は7フレ発生で、ダメージ150、目の前でダウンするので、まあ、置き攻めもしやすいと、まあ、なかなかいい、性能はしているんですが、まあ、どうしても発生が遅い分、まあ、暴れられて割り込まれてしまうということがあります。投げを仕掛けようと思っても。なので、まあ有利フレームを取ってる時だとか、まあ相手がダウン回避している時なんかに使うのが一番なのかなという感じです。まあ連続技に使えなくもないんですが、トライアルの2だったかな、3だったかな、なんかそのあたりにあると思うんですが、C 前 B、波動キックの移動技、そこからこのコマンド投げを決めるっていうのがあるんですが、まあ、無駄にミスしやすいものになっておりますので、まあ無理して狙うほどではないのかなという感じです。まあ、普通に C 前 B からは弱の空土版狙った方がいいんじゃないかなと思いますね。で、EX 版の方になりますと発生が5フレーム目になって、そして C 前 B からも安定して繋がるようになります。なので、まあ、この技自体でガード崩しをして、その後で連続技狙ってもいいですし、この技自体を連続技に、連続技の中継に組み込んでしまってもいいんじゃないかなと。まあ、なかなか使いやすい技になります。で、この技からは相手垂直に浮きまして、今日のエタンセルだとか、今日の、まあ、空土版なんかが繋がったりしますので、非常に使いやすいですね。役に立ちます。はい、それじゃあ、空土版ですね。昇竜プラスパンチ。一番エリザンにとってなくてはならない技なのかなという感じです。弱の方は弱攻撃から繋がるほどの発生になりまして、で、浮いた相手に対して追撃が可能です。浮いた後一定時間やられ判定を残しますので、まあ、一応こんな風に当たります。2回入るわけですね。ただ3回目は、まあ、ほぼ特定の条件満たさないと当たらないようなものなので、まあ、とりあえず2回まで入るんだな、ぐらいの認識を持っておいてください。で、このまあ、2回決めた後は、垂直ノーマルジャンプ D で追撃して、グランラファールで追撃と。まあ、こんな感じの流れが、一連の、基本の連続技の流れになるのかなという感じです。で、この空土版の、フリーフレームの方は、ガードされて4フレフリでしかありません。しかも間合いは結構離れます。ちょっとガードしてもらいましょうか。間合い結構離れますので、こんだけ離れて4フレフリでしかないというのは、まあ反撃できるキャラはかなり限られますんで、まあ、かなり強気出してしまってもいいのかなという感じです。空振ってしまうとちょっとまあ危ないっちゃ危ないんですが、まあガードされる分にはそんなに気にしなくても大丈夫ですね。
で、今日の方で出しますとちょっと隙はでかくなるんですけれども、まあちょっとだけ無敵時間があります。移動中にちょっとだけ無敵時間があります。なので、まあ、ある程度ぶっ放しっぽく使えたりもしますね。で、この技の後は相手が、落下するまで、ずっと地面に着地するまでずっとやられ判定残しますので、まあ、今日の方が連続技としては、使いやすくなっております。ただ発生が遅くなっているので強攻撃からしか繋がらないんですね。弱は弱攻撃から繋がりますけど、強の方は強攻撃からしか繋がりませんので、まあ状況に応じて使っていきたいなというところです。小技が当たった場合には弱のクード版、強攻撃が当たるような相手の隙に対しては C 前 B 強のクード版みたいな、そんな感じで使っていけるといいですね。で、まあちょっと変わった連続技としましては、はい、こんな感じのがあります。今日のクードバンの後、しばらく待って、最低打点なのかな、まあ猶予がどれぐらいなのか分かりませんが、かなり低い打点で弱のクードバンを当てて、もう一回弱のクードバンを当ててジャンプ D と、まあ、こんな連続技も一応可能になっております。ただ非常にミスしやすいので、まあ一応こんなのもあるんだな程度に知っておけばいいんじゃないかなと思います。で、 EX の方はどうなるのかと言いますと、まあ、無敵時間が普通に、長いのがつきまして、そして当たると相手を垂直に浮かせるようになります。まあ、ダメージは80とちょっと物足りないんですが、垂直に浮くようになりますので、今日のエタンセルなんかで追撃ができますから、まあ、連続技で使いやすくなってます。まあ、ぶっ放し技としても無敵時間があるので使いやすくなってます。まあ、攻撃判定発生後まで無敵があるわけではないんですが、まあ、移動中無敵ですから、まあ、困ったらこの技出してみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ぶっ放しであっても当たりさえすれば、追撃ね、結構痛いのができますので、はい、なかなか逆転要素高い技だと思います。ガードされるとまあちょっと隙がありまして、10フレ不利ですね。ガードされてしまうと10フレ不利なので、まあやっぱりぶっ放し技なのかなというところではあります。まあ10フレ不利とはいえそこそこ距離離れますんで、実際にはそんなに特別発動コンボみたいなのはもらいやすいわけではないんですが、まあ一応弱に比べればリスクは結構でかくなるよと知っておいてください。じゃあ必殺技はこれで全部だと思いますんで、はい、それじゃあ超必殺技いきましょう。ノーブルブランですね。波動2回プラスパンチということになります。こちらの方はまあバージョン 1.0、1.1 ではちょっと空気な感じだったんですけれども、まあ、今回はまあ無敵時間もつきまして対空で使えるしダメージもまああるしということで、使いやすくなっております。かなり重宝します。まあ連続技でもね、グランダファールのダメージが下がってしまったのでこの技に頼らざるを得ないと。で、発生が11フレーム目になっておりますので、相手の大ジャンプなんかに対する対空としても、まあ、使いやすいです。で、EX で出しますと、まあ、光の弾を飛ばす形になります。ノーマル版の方は、その場で光るだけなんですが、EX 版になりますと、相手の方まで飛ばします。で、まあ、クリーンヒットさせないとちょっとダメージ的に物足りないところがあるんですが、近場でヒットさせれば、一応340減ります。EX 版は。で、本当に連続技のね、たくさんゲージを使った連続技の要になりますので、はい、本当にお世話になりますね。上方向まで攻撃判定でかくありますし、はい、追撃にせよ、対空にせよ非常に使いやすいと思います。ちなみに EX 版の、ノーブルブランの方は、発生が10フレーム目、一応1だけ速くなってますね。はい、このノーブルブランという技はマックスキャンセルに対応しておりまして、ここからネオマックスつながるんですけれども、何段目に、マックスキャンセルかけるかによってダメージが結構違います。すぐにマックスキャンセルかければ、まあ最大ダメージになるんですけれども、真ん中ら辺でかけるとダメージが著しく下がったりします。まあ、具体例をお見せしますと、はい、3ヒット目に、マックスキャンセルかけますと、はい、535と、もう3ヒット目から真ん中扱いですね。535しか減らないんですね。で、これを、はい、2ヒット目キャンセルにしますと、全然ダメージが違いまして、815なんですね。はい、2ヒット目にするか、最終段にするか、どっちかに、すれば、一応815という最大のダメージになりますので、まあ、半端なね、真ん中ら辺でキャンセルかけるのではなくて、最速か最終段のどちらかでマックスキャンセルをかけるようにしましょう。まあ、慣れれば、まあ、一発目に、マックスキャンセルかけるのもそんな難しくないと思いますので、はい、ちょっと練習して慣れてみてください。はい、それじゃあ、調子ささだの2つ目、グランラファールですね。先ほどから何度か説明しておりますけれども、特殊追撃判定、何でも判定を持っております。まあ、とりあえずその場に相手がいれば、この技が当たって、追撃できちゃうという感じです。で、この技も空中にいる間に、ネオマックス出る、ネオマックスで、マックスキャンセルできるようになっておりますので、あ、ちょっと発動してないですね。
こういうところでマックスキャンセルできるようになってますので、まあまあダメージ取りやすいのかなという感じです。まあ、先ほどしゃがみ C 対空からこういうのもあるよってお伝えした、ように、まあいろんなところからこの技につなげて、ね、ダメージ奪えますんで、はい、本当にお世話になる技です。ちょっとね、コマンド投げのところで触れるべきだったかもしれませんが、まあ、こんなこともできますね。EX のミストラル、コマンド投げから地上吹っ飛ばし発動、そしてグランラファール特殊追撃判定で決めて、そこからマックスキャンセルと、まあ、こんなのもあったりしますね。で、ついでにこの技発生は、まあ、横に移動しながら相手の位置をサーチして攻撃が出るんですが、6フレームから9フレームの間のところで、まあ、攻撃判定が出るようになっているんですが、これ対空で空中の相手と相打ちになりますと、結構面白いことになります。非常に強力です。ちょっと技出してもらいましょうか。こうやって相打ちになりますと、追撃ミスってしまいましたら、はい、こんな風になるんですね。はい、今ちょっと出した技は若干妥協ではありましたけども、対空で出して相打ちにして、そしてダッシュで裏に回り、EX エターンセルあたりから、結構面白い連続技ができたりします。まあそこからグランラファールまで決めてやれば、まあ、背向けのまんま強制ダウン奪えて、置き攻めが面白くなったりしますので、はい、まあ、このグランラファールの対空も視野に入れてみてください。発生も早いですし、まあ、攻撃判定発生と同時に無敵が切れますんで、まあ、ほとんどの場合相手の技とぶつかれば相打ちが取れます。相打ち取れると今みたいになって美味しくなりますので、まあ、ジャンプ飛ばした相打ちだとこっちもダウンしちゃうんでちょっと微妙ですけど、まあ、ダウンしない技と相打ちを取れば追撃が入って夢が広がりますんで、はい、ぜひこれの対空も狙ってみてください。まあ、対空から、追撃発動、まあ、グランラファールネオマックスなんてのももちろんできます。はい、ちょっと段数は半端なところでやってしまいましたが、こんなこともできたりします。まあ、ゲージどんだけ使ってんだって話ですけども、5ゲージ使ってはおりますけども、まあ、対空の、まあ、空洞じゃないですか、すいません、対空のグランラファールからこんなのも入ったりしますので、はい、頭の片隅に入れておいていただけたらと思います。はい、それじゃあ技の説明の方は最後ですね。エトワールフィラントというネオマックスです。はい、エトワールフィラントに関しては、竜巻ヨガフレキック2つと、こういう風になります。当て身技です。相手の技がここに噛み合えば、まあここから画面全体攻撃に移行するんですね。まあ、こんな感じで、で、450しか減りませんので、ちょっと単発で使っていくには、まあ、ゲージ使用量に見合わないんじゃないかなというところがあります。マックスキャンセルで使っていく分には結構優秀だと思うんですが、まあ、単発で使ったダメージとしては少し物足りないです。ダイモンとかの減りに比べるとちょっとね。なので、まあ、当て身として使うのもぶっ放しとしては悪くないんですけれども、まあ、なるべくならマックスキャンセルで使っていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず飛び道具以外の技は、全部取れますので、はい、まあ本当に相手が技振ってくるなっていうのが分かってたら、この技出してみるのもいいと思います。まあ割り込みなんかで使うのが、かなり安定かなと思いますね。ただゲージ本当にいっぱい使っちゃうんで、これがとどめになる時とかだけにした方がいいのかなという気もしますけれども、はい、というわけで技の解説はこんなもんですね。ちょっと時間かかっちゃいましたけども、はい、じゃあここから動き方の方針に行きたいと思います。まあ動き方の方針としましては、まあ今まではガキャのままですね。今までは、グランラファールのダメージがでかかったので、まあ、断るごとにこの技を決めていけば OK、困ったらとりあえず遠くでエタンセルいっぱい振りまいといて、相手が引っかかんねえかなーって待っておきながらゲージを貯めろみたいな感じだったんですが、ゲージも溜まらないし隙も大きくなってしまいましたので、この技でずっと嫌がらせをしているってこともできません。なので、まあいろいろと細かく動いて相手を幻惑しなきゃいけないんですね。で、まあそこでおすすめの行動として、こんなのがあります。こんな感じですね。はい、後ろ下がりながら弱の空洞盤で相手の方に突っ込んでいく。後ろ下がりながら弱の空洞盤で相手の方に突っ込んでいくと。まあ、弱の空洞盤に対して確定反撃ある状況だとちょっと、まあ、厳しいところありますけど、危ないですけども。まあ、そうでなければ、まあ、これは、弱の空洞盤の移動中は足元無敵もついておりますので、結構相手の足払いね、振りたくなりますからね。これガードさせた後には相手足払い振りたくなって、そこに、この後ろ下がりながら、前に突っ込む弱の空洞盤で足元無敵で避けながらさらに攻撃ということができます。まあ、かなり咎めにくい行動になっておりますので、この後ろ下がりながら弱の空洞盤は。なので、まあ、ちょっとこれを露骨にやってやるのも、まあ、面白いんじゃないかなと思います。で、相手側は、まあ、これの行動の後、まあ、足払いとか地上蓋振ると危ないんだなって
認識をすると飛んでくることが多くなります。そしたら弱のクードバンの後に後ろ下がってこうやってエターンセルフってやったりするとちょうど飛んでる相手に当たったりもします。なのでまあ、とにかくこういうよくわかんない動きをして嫌がらせをしてやろうという感じになります。で相手が固まったら私たちからコマンド上げ決めたりね。で、さらにゲージに余裕が出てきたら、EX の、まあ、このクードバーン、まあ、相手浮かせる性能があるじゃないですか、無敵時間があって、まあ、これをいきなりぶっ放してみたりだとか、相手の目の前でいきなり EX の厚みを出してみたりとか、EX のコマンド投げ仕掛けてみたりとか、まあ3つともコンボにつながる要素がありますよね。なので、これらの3つの技を駆使してとにかく、読み合いみたいな感じで、仕掛けてやるのも一つの手かなと思います。とにかく今まで何でも判定のグランラファールに頼ってきた部分を、まあ、他の技の幻惑効果なんかで補わなきゃいけないんですね。やりたい放題やって、相手を困らせてやろうという形になります。で、連続技が非常に難しいキャラになっておりますので、まあ自分の中の安定レシピみたいなものを作っておくのが大事になると思います。伸ばそうと思うと非常に難しいです。この後連続技、まあちょっと別で収録したものになっちゃうんですけども、ちょっと時間かかっちゃったんで、結構ミスりやすい連続技なんで喋りながら一発で成功するっていうのはできなかったので、まあ別で収録したものになってしまうんですが、まあ実際にやってみていただければわかるかと思いますが、本当に難しいです。ネット対戦なんかで確実に完走させるっていうのは、なかなか骨が折れますので、まあ自分の中で、妥協法も用意しておくのも大事になるかなと思います。はい。まあ、動き方の方針としてはそんな感じでしょうか。まあ、そういう幻惑的なネタには割と事欠かないキャラですので、ご自分でいろいろ探してみるといいんじゃないかなと思います。まあ、さっきもちょっとお見せしましたけども、やっぱこれですね。はい、これで裏に回ってたり、はい、これで正面だったり。で、エリザベートの向きが変なのがありましたよね。これこれ。表裏そしてエリザベート自身の向きが変な風になるという、まあ別に純粋な三択ではないんですけども、まあ、相手側としてはかなり、見た目で視認をしてガードするっていうのが困難だと思いますので、まあ、こういういやらしい動きも練習して実戦で取り入れていけるようになりましょう。はい、というわけで方針に関してはここまでにいたしまして、連続技の方に行きたいと思います。まあ、基本連続技に関してはまあ、特に取り直しというか、困ったもの、すごい難易度のものがあるわけではないので、サクッとやっちゃいたいと思います。まあ、とりあえず皆さんに絶対覚えておいていただきたいのは、ジャック攻撃からこれですね。とりあえずこれは必須かなと思います。弱の空洞版、弱の空洞版、そしてジャンプ攻撃で追撃して、まあ、その後攻め継続でもいいですし、グランラファールを決めて、確定のダメージを取ってもいいと。まあ、とりあえずこの連続技は、絶対に押さえておいてほしいかなと思います。で、まあ、ちょっとグランダファールのところで触れるべきだったのかもしれませんが、これ強制ダウン奪えてますので、ちょっと開けてジャン大ジャンプ B しますといい感じに表だったりめくりだったりするような、置き攻めが仕掛けられます。これ強制ダウンなので、はい、こういう振り方をしてしゃがんでいるとめくりになりますし、ちょっと前後に移動した後に大ジャンプすれば、まあ、表だったり裏だったり完璧に選べたりしますので、はい、この置き攻めもセットでついてきますので、まあグランラファールで締めてこういう形で攻めを継続するのもいいかなと思います。であとは連続技として、まあ、50% のコンボとして押さえておいていただきたいのが、はい、こんな感じですね。まあ、画面端付近限定になってしまいますが、 C 前 B、強の空洞版で浮かした後に、強のエターンセルを決め、そしてちょっと開けて低めで弱の空洞版を当てて、そこから、弱の空洞版っていうのは昇竜プラスパンチですから、そこから前 C 連打で、強のエターンセルを出します。ドライブキャンセルで、でもう一回強のエターンセルを出し、弱の空洞版を当て、ジャンプ D と、そういう流れになってます。まあ、口で言われてもやっぱよくわかんないよってなると思うんで、もう一回お見せしますと、はい、やっぱミスりますね。はい、こんな感じです。まあそこのちょっと開けるっていうのが、まあ開けすぎて弱の空洞版が当たらない、空振ってしまうということはありますけれども、まあ、とりあえずドライブ 50% で432に減らしてるっていうのは、まあ、他のキャラではなかなかないと思いますので、はい、ぜひ練習してみてほしいかなと思います。まあ、ちなみに1ゲージ使っていいということになりますと、
こんな風になります。まあ、C 前 B、今日のクードバンの後、今日エタンセルまでは一緒で、あ、その次もですね、弱のクードバンをちょっと低めで当てるっていうのも一緒で、そこから、ドライブキャンセルで EX のエタンセルを出しますと、まあ、非常に隙が小さく、そして3ヒットで相手も高く浮きますので、そこから強エタンセルを2回決め、弱のクードバン、ジャンプ D と。はい、慣れるとまあそこまで難しくはない。まあミスりやすいけれども難しくはないという感じの連続技ですので、はい、まあちょっと何度も言うようですけれども、ぜひ練習してみてください。実戦で決められるとなかなか気分がいいです。それ以外になると、まあ、状況が限られているような連続技が多めになってしまいますので、まあ、そんなに無理に意識することはないのかなという感じです。まあ、カウンターヒット取った場合なんかにね、まあ、こんな感じでしょうか。2回目のジャンプ吹っ飛ばしは、DCD 同乗しで、出しまして、発動しながらジャンプ吹っ飛ばし、そしてグランラファールで追撃してネオマックスと。まあ、似たようなものを何度かお見せしているかと思いますけども、まあ、こんな感じの連続技も視野に入れつつという感じでしょうか。はい、まあ基本的な連続技に関しては、まあ、この辺りでいいんじゃないかなと思います。無理に、画面中央でドライブゲージを使ったものを、狙うよりは確実なものをやっていくのが一番だと思います。はい、じゃあ基本的な連続技ここまでにしまして、あとは、発動を絡めたものを、いくつか見ていただいて、それでおしまいにしたいと思います。ここまで、ご視聴ありがとうございました。